どうもメンディーです。今私は拝島線に揺られて拝島駅を目指してます。今回の目的地は東京の中のアメリカ福生横田基地近辺を皆さんと一緒にムーブオンしたいと思います。拝島着きました。拝島です。東京とは思えない中駅、そしてねちょっと肌寒い。早速降り立ってみたいと思います。今から私たちが歩く横田基地周辺、国道沿いの商店街、福生ベースサイドストリート。今私たちがいるのがこの辺りです。で、歩いてこの辺りまで行ってみようかなと思います。どこだっけ久々に来るから忘れちゃった。ちょっと調べる。久々なんだよ。久々って言っても20代に入ってから来てるけどさ、忘れちゃうね。そうそう、見て、こいだ。これ同じような絵を数ヶ月前に別の川で見た気がするな。やっぱ鯉はどこにでもいるんだね。お前たちも大きいね。2匹つがい。あなたたちは夫婦ですか。ああいう橋とか綺麗よね。このさ、基地の近くなんだけど、こういうさ風情のある絵でしょ。だけどもうちょっと歩いてさ16号沿いになると一気にアメリカなんだから不思議なんだよね。私拝島駅からわざわざ歩いてあの福生まで行くのが好きなのはそういうところ、そういうなんか風情を楽しんだ後のアメリカっていう、いきなりそのトリップした感じがよりするからさ、すごく好きなのね。ほらもうこう16号が、なんかこう日本の運河って感じ。16号線沿いって横須賀の方まで、横田からこう別の国の人たちが流れていくっていう、すごい好きです。なんかこうちょっとね気が引けちゃうの。あの中に入ってイメージしてた基地とかアメリカとなんか違ってた時のショックが怖いから、実は海外に行けてないっていうのも一つ理由であるんだよね。自分の頭の中にある理想のアメリカとかヨーロッパとかっていうのをキープしときたいっていうのもあるんだけど、そろそろそういうなんか殻を破らないと、なんかもう一段階上の楽しみっていうのは味わえないなって思ってるから。私はなんかこの横田基地周辺は
夜じゃなくてこういう昼間のイメージなの。やっぱりこういう基地とかの視覚的にも楽しみたいじゃない。だから夜だとね、やっぱああいうさ鉄塔とかあの見えるエアフォースって書いてあるんだけど、ああいうさ書いてある文字とかも夜だと見えないじゃない。昼間楽しむのがいいよ。音楽を作るのに私はやっぱ景色とか空気とか風とか天候とか、そういうものからやっぱ影響を受けてることの方が多いかな。もちろん大好きな音楽はいくつかあるし、私がそれを聞いて解釈して自分の作品として出てるものももちろんあるけどね。でもやっぱこういう景色よ。不思議だと思わない？フェンス越しアメリカだよ。私がね、昔からちょっとした目標というか夢があって、まああの大竹栄一さんとかもこの辺りにそのねスタジオがあったっていうけど、こういう昔からこのお店みたいな空間をこっちで土地を買って作って、みんなが集まれるスタジオとかたまり場みたいなのをなんか作りたいなっていうのね、10代の時からね思ってたの。ここすごく好きなの、アンティークの。こういうなんか取り合わせもあんま日本っぽくないよね。ね。すごく好き。店のね、作り方か。うん。私の結構あの私の中で出てくる光とかそのランプとかそういうフレーズが出てくるんだけど、私の中のそういう明かりってこういうイメージね。こういう明かりのイメージ。なんかあと私にとって音楽ってこういうものかな、灯火みたいなね、灯火っていうか、風が涼しいね、秋だね。やっぱずっとアスファルトが続いてるから夏場は暑いわけよ、この辺りは。これ書いたのがどなたかわかんないけど、基地沿いの赤はなんか同じ色でも際立つ気がするよ、発色がね。かっこいいな。横田ベースサイドスストリート。横田基地第5ゲート、ここから向こうはもうアメリカです。ワーニングって書いてあるから、あ、すごい自転車。こういうさ発見があるから面白いのね。いやー懐かしい。ほらこういうポスターいいですね。いいですね。ふとこう店の中を覗いた時にこの窓ガラスに自分が映るんですよね。こういう時間帯のこの天気だって。でそういう時の自分の姿って不意打ちだから、その時の自分そのものだったりする。気が引き締まるよね。なんか
今自分のことを見てどう思ったかは内緒。かわいい。ワンちゃん。そろそろほらあのハロウィーンの季節だから。でもちろんドルも使えるからこういう風にねアメリカンバイって。でも私はあのちっちゃい頃とか近所のね児童館とかでハロウィンの仮装っていうほら近年だと結構ほらもう流行りみたいな感じでみんな仮装してるけどそうじゃなくてちっちゃい頃からハロウィンの文化って身近にあったのね。でそれでみんなやっぱこういうの持ってトリックアトリートお菓子ちょうだいって言って近くのこうご老人施設とかに行ってでおじいさまおばあさまがね楽しそうに毎年それを待ってたりするの。でこういうところでこういうのを見るとやっぱりそういう幼い頃のハロウィンの思い出します。いや今年はどうしようかな皆さんにね見せたかったものがあるんです。私がこの28年間の人生ので見てきた人形の中で一番怖い人形。反射がひどくてこのくらい反射してる方がいいかも。直視すると怖いですよ。洋裁店なんだけどこのマネキンがずっと多分もうモデル的に60年代とかの顔だよね。マネキンってその時代の顔があるじゃない。だから一番初期のバービー人形とかもこういうタッチの顔してるんだよ。これをずっと使ってるっていうのもなんかこういう何アンティークがそのまま現在進行形の街だからこそ許される気がする。こういうふうに商店街が近づいてくるとどこに何のお店があるのか分かりやすいように丁寧にこういう素敵なマップが用意されてます。私の好きなお店がですねここのねカフェドジャルダンっていうところのシューラスクが大好きな。これここでシューラスクを買ってこの街をねちょっとカッポするっていうのが好き。久々に買ってみようかな。そしたら美味しいの。あ、でここ私が初めてブルーシールアイスを食べたの。一時ほら渋谷とかにも店舗があったから今だとそんなに珍しくないのかもしれないけど初めてここ来た学生の頃とかはブルーシールって聞いたことないなって入ってったの覚えてる。初めて日本にその31とか来た時もそういう感じだったのかな。いろんな文化が日本の中にこう入ってくるけどやっぱりちょっと寂しいなって思うのはそれが根付いていくごとに新鮮味はなくなってっちゃうということだね。あ、着いた。カフェドジャルダン。シューラスク買ってこようかな。ケーキ屋さんなんですよ。あった、シューラスク。これですよ、これを買って。両方買っちゃおうかな。
ありがとうございます。どうもありがとうございます。早速そしたらハロウィンしよう。このねシュークリームからいただこうかな。歩きながらちょっとすいません、お待たせして、行儀悪いかもしれないけど、これが贅沢なんですよ私の。あそこ座っちゃおっかな。そしたらここね、大好きなピザのレストラン、ここ終点にしよっか。あとでじゃあちょっと最後に立ち寄ろう。確か六本木で誕生して日本で初めて本格的なピッツァを作ったお店がここで、書いてあるか。美味しいんです。ちょっと順番逆だけどね、甘いもの先に食べて。そう、チャオって、ちょっと向こう歩いてみましょうか。アートスタジオっていうのすごいね、これビル全体が見て、あアートになってんだよ、面白いな。こういうところからなんか、まあ音楽だけじゃなくてさ、自分のそのビジュアル的なことで発想が湧いてくるよね。風が出てきたね。この16号線沿いはたどれば前、二月前にした湘南の方にも続いていて、なんかこう16号線沿いで感じる風は懐かしさそのものっていうような、その時の自分をそのままこう真空パックのように封じ込めて今の自分に届けてくれるような、その時感じていたことをそのままの状態でまた私に届けてくれるような、そういうイメージがきっと昔からあるのかな。で、特にここはフェンス越しのアメリカだから、こう遠く海で感じたああいう切ない気持ちみたいなのをこういうところでまた味わうと、気持ちっていうのは本当に何のボーダーもなく人へ届けることもできるし、こういうふうに時間を超えて自分に戻ってくるものなのかもしれない。ちょっと小雨が降ってきたところで、さっき話していたピザ屋ニコラに来ています。久しぶりに来ましたが、初めて来たのが確か高校生の時だったかな。大好きなのがこのプレーンピザ、一番大きい12インチのラージサイズ でトッピングがたくさん種類があって、好きなトッピングで自分の好きな味にできる、何千通りもね、魔法みたいって勝手に初めて食べた時に思いましたけど、歩き回ってちょっと疲れたので、今日一日をちょっと思い出しながら、この絵が嫌味ではなくて少しでも皆さんの、モーニング
ランチ、ディナー、そういったもののなんか足しになりますように。皆さんも素敵な食事と、また素敵な旅を楽しんでください。食事も旅、うん、美味しい。うん、私が好きなトッピングはツナ、オリーブ、バジル、フレッシュトマト、玉ねぎ、これは絶対入れます。あとルッコラを添えて、こういう風なね、ルッコラをダイレクトに食べるのってサラダ以外なかなかないから、美味しい。うん、うん、いや次何食べに行こう